レーラー全塗装への道、今日はですね、塗装をする前の下地処理ね、足付け作業っていうんですけど、今日はその足付け作業っていうのをやっていきたいと思います。それ何かっていうとね、こういうね、たわしみたいなね、薄いヤスリになってるスポンジなんですけどね、これを使って外装の表面を一回ね、ヤスリをかけるような感じかな。まあ、そうすることで塗装がね、すごく乗りやすくなるんですね。なので塗装する前の下地処理ですね、足付け作業っていうのをね、今日はやっていきたいと思います。気温は30度、ちょっとね、熱中症、熱射病にならないようにね、気をつけながらやっていきましょう。とはいえね、ご覧の通りそこそこ面積あるんでね、これ結構大変です。頑張っていきたいと思います。今日の作業はね、このね、電動のグラインダーっていうのを使いますね。これに、このたわしみたいなスポンジ状のヤスリですね、新手のヤスリをここにくっつけるだけ。これでこれだけですね。これを使って、まあ、電動なんでね、グリングリンとそのボディの表面をね、荒削りしていきたいと思います。足付け作業行ってみましょう。 Here we go。表面のね、足付け、ポリッシャーでのね、作業終わりました。ポリッシャーは全体的に平面の部分をね、バーって一気に荒掛けしちゃって、細かいところは手掛けしてね、仕上げていきたいと思います。そうは言ってもね、大変ね、この作業は。こういうね、樹脂の部分とかね、窓とかさ、傷つけたら嫌なので、こういう細かいところは手作業でね、やっていきたいと思います。こういうね、細かい作業をしていると、さすがにね、16年前の車なので、結構痛みがあることを発見してしまいますね。こればっかしはね、どうしても年式が古い分仕方ないなとは思いますが、まあでもね、それでも綺麗な方じゃないかと思うんですよね。こういう細かい樹脂パーツの部分なんかをね、丁寧に下地処理していきたいと思います。いいんじゃないでしょうか。まあまあ、全体的に下地処理できたかなと思います。今回は足付けの作業をやりました。要は塗装をする前に、一旦こう表面をね、荒削りしてあげて、塗料は乗りやすいようにするっていう作業ですね。これをしておくことで、塗った塗装がね、剥がれにくいっていうメリットもあります。なので、何を塗装する際にもそうなんですけど、下地処理っていうのがね、あると綺麗に塗れますんでね。ぜひお試しください。さあ、やってまいりました、オゾンパーク。おはようございます。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。池さんって呼んでください。よろしくお願いします。前もちょっと見たかもしれない。まあ覚えてなかったら、いやいや、覚えてるちゃんと覚えてるわ。で、今日塗ってもらう竹さんと、はい、ケンジ。あどうも、はじめまして。はじめまして、竹さんです。竹さん、ケンジさん、よろしくお願いします。そんな俺助っ人がいるなんて思ってなかった。めちゃめちゃ心強い。本職だから。もう本職、元本職。やべえ、プロ。俺ね、どうしようもない素人なんで。でも俺、マキちゃんの動画で一回予習してきてるから、下準備はバッチリなんでね。じゃあ今回もね、思いっきり他力本願で楽しみながらやりましょう。本当は8月中にね、うん、やっていただく、塗っていただく予定だったんですけども、まさかちょっと刺激されてたってことで違った、戻ってこられたということで。じゃあ、そういうわけで今回はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。このね、古いステッカーを剥がさないと、塗料が乗った時に縮んでしまうかもしれないですよね。うん。塗料がステッカーを溶かして。ああ、なるほどね。ぐにゃぐにゃになっちゃうかもしれない。なるほど。なので、手抜きはせず、ちゃんと剥がしましょう。ワンポイント。先ほども申し上げましたが、ステッカーを上から塗ると、ステッカー自体が溶けて縮んじゃって、塗料が
浮いちゃうということなので、古いステッカーは剥がします。今みんなでシール剥がしをやっていただいてます。ずさんなもので、上から塗っちゃえばいいだろうと思ってたら、ダメだって言われました。ちょっと、レディーにそんな高いところ上がらせて僕は、何をやってんだ俺は。見てるだけ。あー作りな。あらマキちゃんにもフルでお手伝いいただいておりますクレーパーでシューってやってシューってなんだシューしたって言ってねえけど大体通じるんだシューで俺も職人だった頃こうやって親方にいじめられたんだよな思い出すなひどいひどいひどいよねひどいですねだから前科者なんだっていうの今日整備士4人いるんだこの中でえ車のあそこ3人整備士だからすごいなんてスペシャルメンバーが揃ってるんだろう2級建築士2人いる2級建築士もいるし2級観光地施工管理技師そうだね設備屋さん俺マスキングをしますこれ塗るんですか塗っちゃいます。あ、これも塗っちゃいます。はい、塗っちゃいます、塗っちゃいます。ここら辺も？はい。これ中身これ塗った方。メンテナンスだ、これは、うん。あ、知らなかった。こんなメンテナンス用のが。これ冷蔵庫だ。冷蔵庫のコンプレッサーだ。お構いなく塗っちゃいたいな、ってんのは。中色入っちゃうけど。いい、いい、いい。全然、全然。俺、これが点検口だって今知ったもん。さあ、屋根の足付け作業、若手ナンバーワンルーキーの宮本くんにこの重大な役目をお願いしております。足場グラグラしてっけど大丈夫でしょうか？いやー、広いなこの屋根。気が遠くなる。さすがプロの人たちは鮮やかな手つきで作業が進んでいます。さあ今回の塗料も皆さんおなじみ宝塗料。僕は今回こちらレインブーツネイビーをチョイスしました。こいつがウレタン塗料で、これがシンナー。くれぐれも吸わないようにね。吸い込み注意。シンナー。そしてこれが硬化剤。これを4対1。4対1の割合でミックスさせるんですよね。そうです、ね。ミックスさせて、そして今回もガンですね。ガン拭きで塗装します。ハケではないですね。プロの方たちのお力を借りて、塗っていこうと思います。1日目は屋根だけ行ってみましょう。さあ、この太い腕で、振ってもシェイクシェイク。自由な胸騒ぎ。あ、はい、来た。この太い腕で。さあ、こいつが、レインブーツネイビー。レインブーツネイビーの原液になります。これを三角にするんだよね。動画見ました。ふむふむふむ。こうすることで、どんな効果があるんですか？ここに集中して、こう、線が細くなる。こぼすときに、うん。なるほど。そうじゃないと、この面から出ろって出てくる。なるほど、なるほどね。ニッチもサッチもいかなくなっちゃう、うん、で、なんか他の人がやってた先人の知恵そうそうそう4対1だからどっちが 4? これが 4? 4でもいい、はい、4入れますこのぐらいまで、はい、で、硬化剤をここの線に、はい、なるほどで、あとはシンナーでちょうどいいとこまで薄めるはい、入れたいと思いますちょっとよく見えないんでストップって言ってくださいドバ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 
4入れました。次、硬化剤。あれ、この方々か。レッツ。どこどこ。おっ。もう完璧。OK。芯内入れながら混ぜる。止まらへん。いただきます。ダメよ。ダメよ。いきます。この見極めは一体。一回止めて。まだまだ。まだ。やばい、いい匂いになってきた。シンナーに気をつけて、平年だ。へい、親方。何それ。知らない。知らない。スネークマンション。知らない。はい、できました。いかがでしょうか、親方。もっと入れてもいい。もっと入れてもいい。あ、すいません、なんか手弱で。しっかりと混ぜます。あ、上もう、どっちもいいですか。いかがでしょう。大丈夫じゃない。はい。幅と塗料の出る量を、はい、エアの調節をして。幅も変えられるんですね。はい、幅もこれで絞っていくと、はいはい、ワイドになったりスポットになったり。それと空気と塗料のあれをもその調節によってあの艶の出具合とか、はい、この肌面の光沢具合が変わります。はい、なるほどですね。結構一発で濃く塗れるんですね。うわ、あっという間に天井面が塗られていきます。こんな感じですね。一気に塗られていきます。ちょうど半分ぐらい。乾きが非常に早いです。あっという間に。今日は気象の条件もちょうどいいです。湿度も低くて風もあるのでスピーディーに乾き上がっていきます。こうですか。表面に対して直にこう斜めにしないで直角でこう開けて、それが一番難しい。わかりました。レディーゴー。この U ターンはあ、もっとゆっくり。このぐらい。イエス。いました。我ながらなかなか綺麗に塗れたんじゃないかと思います。綺麗に塗れてる、はい、初めてのエアがめちゃめちゃ塗りやすいですね、はい、そして理想的な色でした。サンプルで見たのとしっかり同じ色が出ているので満足じゃ。正面行ってみたいと思います。はい、はい、ちょっと早いかな。早い早いね。うん、いいですね。でも正面ね、一番大事な顔の部分、はい、いけたかな、ね、なかなか見えない池さんのマスク姿ね。マスク反対派なんでね、私。よいしょ、いいじゃないでしょうか。ねえ、はい、もう細かいところがね、多分そんぐらいの速度がいいんじゃない。ああ、ゆっくりめで。うん。しかも半分かぶせる。そうね。缶スプレーの時っていい、ね、粒子が、うん、あの粗かったから、うん、早めに動かして、あ、そうね、癖がついてたんだけど、そうそう、こいつはめちゃめちゃ粒子が細かいので、うん、少しゆっくりめで。そうなんですよね。なんかたっぷりね乗る感じ。そうなんですね。で、思いのほかだれてこない。あ、だれてきてる。だれてきてる。俺。あれ。下手。ちょっと遅すぎたかな。お、さらに師匠が。こうやって、最初こうやって。あ、下地をね。薄く。同じではない。同じではない。なんか俺やってます。いやいやいや、今、師匠のテクニックを見させてもらってます。
ですね。いいんじゃないでしょうか。ビューティフォー。いいんじゃない。うん。綺麗に塗れたんじゃないでしょうか。これなんだろう。いかがでしょうか。ガンブキマスター池で。うん。今日はね、ここまでですかね。そうね。今、仕上げはお父さんがやってくれるから。お、仕上げはお父さん。お父さんね。師匠に。そうね。お願いいたします。それでは、プロの先生による鮮やかなガンさばきを。迷いがない。一切の迷いがなく、鮮やかな。ああ、早い早い早い。一つ一つの作業がスムーズ。いやーすごいすごいすごい。ガンさばきがまるで違う。この左手でホースをねちゃんとガイドしてるあたりなんかが職人のなんつうだろう正しいフォーム。あ、なんと夜間作業も可能なこのオゾンラボ。オゾンラボ素晴らしいです。いやー美しい。あ、結構入念に色を入れるのね。やはり満足してた自分が恥ずかしい。いやでも何回か塗った方が、あ、重ね塗りはね、確かに。まあ一応照明顔なんでね。そうそう、ありがとうございます。すごいよ。一気に雰囲気が。あ、後ろも綺麗になってる。さすが。今、最後仕上げ塗ってくれた方、お父さん、ケンジさん。そう、ケンジさん。あ、ちなみに同級生ですからね。あ、そうなのね。ええ。中学一緒ですからね。見えねえなーそもそもね、俺より年下っていうのが未だに信じられないからね。そうなんですか。そうだよ。四つ五つ下で。うん、逆にそのくらい上だと中学高校だったら完全な上下関係になるぐらい組長官が。まあちょっとさ、今さ上と前後しか塗ってないんだけど、もうねここで全然変わるでしょ後ろが、うん、かっこいい、うん、ここ一番安っぽかったじゃん。なんかここかっこいいどうですか葵さん、どう、ちょっと雰囲気変わったでしょ。うん、明日仕上がりが楽しみだね。いや、ほんとね、皆さんに全部、こういう養生とかもさ、全部やってもらってるからさ、すごいスピーディーに作業が進んでいって。小鳥さん、どうですか？ちょっと正面だけですけども。なんか新品。確かに、新品感が出た。ほんとはさ、俺もっと真っ青なさ、ネイビー、うん、青寄りのがいいかなと思ってたけど、うん、いや、塗ってみたらこっちの方が高級感。なんつうの？ジオング。うん、ジオン軍。なんだって言われると思い出せないんだけど、ジオン軍艦。いやー、素晴らしい。素晴らしい。まだね、半分ですけども。天然パーマ。今日はありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。一夜目。すごい喉乾きません？やってて。でも夢中になったから飲むの忘れてて。せーの、イエーイ。さあ、ときめきとケータファミリーも合流してのバーベキュー始まりました。1000人記念。あ、1000人記念。素敵素敵、ありがとうございます。1000人の壁突破、イエーイ、はい、イエーイ。さあ、パーティーは始まりました。スパークしようぜ、スパーク。さあ、千人祝い。千人お祝いを、ときめきハイエースのみーまるさんからいただき。あら、素敵。ありがとうございます。いやっほー。ワンダフルデイズ YouTube、千人
突破記念おめでとう。おめでとう。おはようございます。今朝は4時過ぎまでカラオケを歌っておりました。そして目が覚めた今の時刻は9時半です。誰も来ません。作業はいつから始まるのでしょうか。今子供しか起きてないですね。ときめきです。おはよう。あ、顔が疲れてる。4時まで起きてたママです。6時に起きた。相変わらずすげータイムスケジュール、タフですね。すごい綺麗だよね。すごいですよね、高級メダカ、うん、メダカも綺麗だけど、ときめきも綺麗だよ。ノーメイク。疲れ顔が。モザイク処理かけてきますね。アラメの。アラメの。だからこの、ダレをね、取っていきたいと思います。ダレですね。素人仕事でできてしまいました。ね、ダレがね、気になる、はい。正面だから。はい。顔だからね。顔だから。うん、じゃあ修正から今日は、スタートしていきたいと思います。ここは白のまんまでいこう。作業としてはどんな手順ですか。排水ペーパーで、はい、あ、削ってあげて、うん、でまた上からこう拭き直すっていう、うん、なるほど。俺一人だったら絶対にまあいいかで済ますところですが、ね、職人の皆様方がいややれよとなりますね。ありがたい。塗料が多くついちゃったんですね。なんでタラーって出てきちゃったこの部分、今乾燥しちゃって乾いてますが、これを一旦削ってで、もう一回上から拭くっていうね。800番の排水ペーパー。これで細かいやつでね。ちなみにただいまの時刻は11時半で、15分ほど前に起きております。起きるや否や、800番の排水ペーパーをかけてます。あ、いいね。かなりメンツに。復活しました。だいたい垂れてしまったところフラットに戻りましたので、この上からもう一回塗装をかけることで綺麗に仕上がるんじゃないかと思います。というわけでだいたい修正しましたので、ここからまた塗装で仕上げていきたいと思います。塗装って大変。残った側面ですね。仕上げてまいりたいと思います。こっちがね、一番このボロ感が非常に出ている面なので、ここを仕上げることでかなり雰囲気が変わるんではないかと期待しています。さあ、再度入ってまいります。完了。さて、いかがでしょうか。かなり塗装の方仕上がりました。色ムラもなく綺麗に染まったのではないでしょうか。あとはプロがですね、やはり正面は顔なので綺麗に仕上げようということで最後の手を入れてもらってます。慣れたところも全く目立たない。
今親方たちによる最終チェックが行われております。缶スプレー最後の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 仕上げ、窓の縁を缶スプレーで仕上げたいと思います。行ってみよう。これね、缶スプレーなので何回も何回も薄く重ね塗りをしてあげるというやり方を今取ってます。なんでね、ちょっとね、手間と時間はかかりますが、最後仕上がるまでは丁寧にいきたいと思います。最後の最後はフリースタイルハンド。ここだけ子供たちに塗らせる。で、最後の最後で失敗して思い出になるよ。一番気が抜けるとこだからね、今ね。そうそうそう。仕上げはカッティングステッカーを貼って、完了させたいと思います。こんなでかいのうまく貼れるのか、俺は。二人の共同作業でございます。なんかかっこいい、かっこいいね。イエーイ、すごいなんかアメリカンな感じ出てきたね。やったー、かっこいいじゃないこれ。よし、いいんじゃないでしょうか。いかがでしょうか、ばっちり。すごい目立つ。素晴らしい。やったー、この達成感。天然パーマ。いきまーす。はい、チーズ。もう一枚。ありがとうございました。これはかっこいい。これかっこいい。嬉しい。それでは、ワンダフルデイズチームの皆さん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。おかげさまで、2日間、かかりましたけれども、このように天然パーマトレーラー大賛成しました。いやー、本当にこれはもうね、ワンダフルデイズチームにご相談できなかったら、実現できなかったら、自分だけじゃ絶対できなかったことなんで、本当に感謝します。ありがとうございます。ごどうさん、ありがとうございます。ありがとうございます。マッチ、ありがとうございます。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 ありがとうございました。ありがとうございました。ではこのトレーラーを見かけた際はぜひ声をかけてください。チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた、バーイ。ありがとう。明るいところで見てみましょう。The real force buried deep beneath the love and fears. I'm in a muddle, lost inside a puzzle here. Honestly right now I don't really see no love in here. But I saw something in you, something in us. But I can't see a future without the trust. So I'm reminiscing visions I had at Parker's. Can't listen but finish what I started. Paint a picture like an artist, you're looking like the victim. But really I am the target. And I ain't asking for anyone's energy.
energy. I swear medically I'm needing a remedy of therapy to stop myself feeling so heavy.